すでに何かの動画でも言っちゃってるけどね、タイトルにはしてないけど、池田大作さんがね、講演会で何か言ってたはずなのはね、その大集団について。大集団が大敗する理由。なぜ大集団が大敗するのか。これも教えてあるでしょ、創価学会の皆さんに。その理由については、まあ、前週の講案はまだするわけじゃないけどって、ちゅうか、講案はそうじゃないけどと。命題、ドイツの哲学の命題に似た言い方だけどって、自分で考えてみなさいと。自分で解けなければいけない。なぜ大集団が大敗する性質を持っているのか。について考えてみたまえ。って言われたやろ。で、まあ、その今の宿題で、まあ、本日の講演を終わりとしますって。やったやったやろ。うちが思うにはね、うちも解かなあかんのかなと思ったら、丁先生と周先生が、解いてみたらって。君みたいなやつも小学生ぐらいからこんなん考えても楽しいはずだよって言われて。大阪で有名な先生は、丁先生と、周先生な。もう、どっちも料理、まあ、料理関係の先生の、まあ、今ではな。家教のな、先生の。まあ、大手門関係者のどちらもね。で、周先生は特に樹里の方の、関係者。豊臣秀吉。で、周氏やから、実は。周さんが言ってるやろ。あ、実は、丁先生の名前だから。周先生有名な、料理の鉄人とか出てあったから。な、ご兄弟いてあるしな。で、何かっていうと、結局、集めた理由が原因で崩壊すると。大集団は大急ぎでかき集めて、そのかき集める時の、人数かき集める時の理由が原因で崩壊するんだよと。これはうちの考え方。もうすでに何かの動画で言ってるわ。タイトルはつけ、そんなタイトルつけてんけどな。